松平忠し通りは、江戸時代後期の大名。伊予国松山藩の第11代藩主。定勝家、久松松平家宗家12代。藩には14人た自重。第九代藩主、松平帝国の一夫として誕生した。母は、側室千差。陽名は穂丸勝丸文化6年、兄、定則の即挙により、 医療松山藩十五万国を継ぐ。おじで全老中の松平定信より定通の意味名を進められる。仙台定足の意思を受け継ぎ、江戸松山藩邸には藩校三成堂を設立する。その会あって、松山では生徒数増加のため高徳館が手狭となり、松山城内東門付近に移築し、お侍館と解消する。同十一年には、 お侍官を拡充させ、名教館を創設、文武両道の振興、士官した気風の刷新、後期の粛清を図る。帝通りは、文化面のみならず、食産工業や、倹約原業などを進め、松山藩中高の祖として仰がれ、後世、創宿院時代と称される。それはおじであり、全老中倹将軍補佐であった貞信による影響が、大きい。同年、樹語医した。 おきかみに除任する。翌年には、十四下に登る。文化十三年、十一大将軍、徳川家なりの名代として、日光島将軍の参拝を果たす。文政八年、ためのまずめに任せられ、自重に登る。帝通りは、生来病弱であったため、子女に恵まれず、将内藩主、堺正式の娘の鶴姫を養女とし、天保三年、薩摩藩主、 島津マズヒトの十一南勝の心を廃して、養子とする。天保六年六月十三日、活気のため帰国を遅らせたが、間もなく江戸松山藩邸あたごした上屋敷にて、即居した。実は五月二十九日に出資したという。去年三十九。法号は、宗宿因伝十四位下自重、松平沖修玄遊んだか誉れ、白広勝県大古寺。意外が、 三田渡る海事に葬られる。一発は三田渡る海事を発し、日ソを経て松山大林寺へ送られ、葬られた。ありがとうございます。